皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、第50回大会、はい、ダンロップフェニックスということで、フェニックスカントリークラブ、はい、今日は練習ラウンドでございます。はい、で今日は、4番ホールをちょっとマネージメントしながらロングホールなので3人で1アンダー目指していきたいと思います。はい、はい、それぞれあのマネージメントを言っていただいて、マネージメント、はい、トラブル飛ばす、まあフェニックスの中で4番ホールが一応1、2、3をまあねちょっと耐えて、4番ホール最初のバーディーホールだと思うんで、うんうん、まあここをしっかりちゃんと3人がバーディーチャンスをつけて、まあいい流れでね、この18ホール行くっていう面でちょっと大事なキーホールだと思うので、はい、はい、じゃあ靴プロ、まずこのホールどんな感じですか、ティーショットは。でも開きながらやってます。はい、皆さんご存知の人もいると思うんですけど、まっすぐの、ま、はい、っすぐですね、はい、左右少し林があって、でも全然圧迫感そんなにないですよね。ないですね、はい、ドライバーはコースもう目ももまっすぐね、フェアウェイがまっすぐ、だいたい僕の飛距離だとこの左のポットンバンカー、はい、小さいバンカーが285ぐらい、ギリギリ入るか入らないか、入るか入らないか、はい、で右もちょうどこの木の後ろ側に来ちゃうんで、一本この木がちょっと出てて右サイドに曲がってしまうとちょっとこの木が邪魔になったりするんだよ ね、 ね、まあ、ただロングなので、はい、まあ、そんなにこうあの、ね、1打目は、はい、見ず真ん中打つってことだけ、分かりました、ナイスショー、やや左、ごめんなさいね、あの今週ね iPhone12 なので球が追えないのであまりアップするのやめました。新しい iPhone じゃなくなってしまったので、いつもはケイシロウくんの、そうなんです、なんでちょっと今年また新しい iPhone 買います、ちゃんと。はい、香港オープン上がりの木下亮介さん、ここはティーショットどんな感じですか。ニハオ、もう香港かぶるじゃないですか。2つで行くイメージはありますね、ナイスショットすれば3年前ぐらいイーグル取ったっけ。あ、本当ですか。結構グリーン周りちょっとあのいやらしいバンカーとかありますよね。まあ、そうですね、セカンドあの細い花道狙いがあるんですけど、ね、ティーショットできるだけ飛ばしたいんで、はい、わかりました。ここはいつも振ります。じゃあセカンドショットでちょっとマネージメント教えてください。先輩、こういう場合のあのプロの傷口が開いた時の、パーを取るマネージメントよろしくお願いします。多分右です。そうですね、9番ホールぐらいかもしれません、はい、木下さんが、まあ、約林の中20ヤードぐらい奥底入ったと思うので、まあ、パー取るマネジメント、僕はちょっと最近フェードに変わったので。お、ドライバーもフェードですか。飛距離がね若干ね、まあ、飛ばなくしたみたいなんで、ツーオンはちょっとイメージ出ないですけど。左から、さあちょっと帰ってこなかったかな。いい音、さあ木に当たりました、3名中4ホールでミキヤが、どっち、左ラフ、ちょい左ラフ、はい、で、僕が左の林、木下さんが右の林、オナーが悪かったですね、はい、確かに。いやでもロングホールなんで、ロングホールってさ、イメージもちろんバーディー取りたいですけど、1回ミスしてもパー取れるってイメージあるじゃないですか。そうっす、はい、なのでちょっとこっから、まあ木下さんかなり林の中行きましたけど、はい、かなり行きました、あの球追えないから、あの嘘を言うのやめてください、はい、ちゃんと林の中追いかけますから、はい、お願いします。やっぱでも海外の選手はパー5にちょっと気合を上げてくる。あ、それはある、感じますよね。まあまあ、そのパー4とかは、はい、ぐらい、うん、パー5になるとこう8割9割ぐらい、なんか別人になりますよね。10ヤード20ヤードぐらい、で本当に思うのが、やっぱ海外の選手は、僕たちはパットイズマネーってよく言うじゃないですか、はい、で彼らロングホールのティーショットでまずもう1打作りますよね。そうですね、だ本当にショートカットすごいところ打ってったり、ヤードを飛ばす能力を、うん、もうみんな持ってる感じ、あ、普段のドライバーショットっていうのはもう6割5割、うん、そんなに、そんな感じで、ね、それでもやっぱ280ぐらい、そうだよね、だからフルショットしますって時は本当に30ヤードぐらい距離伸びますもんね。確かに。じゃあ木下さん、林の中ですよ、はい、こっちですよ。いやいやいや、ちゃんとこっからでもプロはパー取るってところ見せてください。はい、さあこういう時どうする。まあそうですね、これどうする。いやマジでどうする。
これ先輩本当にパー取ったらすごいです。前はもう全く空いてないです、まあ、唯一本当にこの下にちょこんとスペースがあるか、空間のまあ松のこの葉っぱに当たるぐらいだったら多少抜けるのかなって感じしますけど、はい、やっぱりこれって一見左真横って一応こっちの方が広いじゃないですか。ただそっちだとやっぱり3打目が届かないんで、ああでもこれがめっちゃラフ深かったらこっちだそうです。ああそうなんだね。まだラフが浅くて、はい、ラフでもまだサード打てるんで、はい、ちょっとこの方向にそのここの場合はわずかでもちょっと前に行った方が3打目やっぱ届くっていうのはそうですね、ラフですね、はい、ラフの問題ですね。5番アイアン、5番アイアンねえ、どうする？ボールね、右に置いて、はい、こういうのフォロー、あのスイングの形とかじゃないです。もう打って終わり。あ、打って終わり、はい。打って終わり。フォローはあんま出さない。はい、お願いします。手前のラフ止まると、サード気が邪魔なので、はい、あのできれば奥、向こう側、はい、向こう側。これはちょっと気が邪魔になるかな。さあパー厳しいか、僕は木に当たってしまったので見ての通り高い球打てないので、はい、まあ、フェアウェイからまず3打目打つっていうことが一番最優先なので333ヤード、はい、この幅で確実にフェアウェイに打てるって言ったら本当は200ヤードも打てないな。334ってなると確実にフェアウェイよりこれは近くに行くことを優先した方がラフでも、うん、確実にフェアウェイに打てるって言ったら170ぐらいだからそうなると、はい、170ヤードのフェアウェイになってしまう、はい、でもスプーンで近くまで行くんであれば、まあ、ラフ入ったとしても残りが100切るんで、はい、100ヤードのラフと170ヤードのフェアウェイだったら100ヤードのラフの方がまだ難易度は確率的に決定率はいいので、はい、ラフありでいきます。どうですか。ちょっと右ですね、やばい。今のところちょっとあの終了のお知らせになってませんか。大丈夫ですか。あのかなり黄色信号上がっております、せめて一人だけはバーディー取ってもらいたいです290グリーンまで290なんで、はい、200ちょっと打って3打目勝負の感じで3打目100ヤードぐらいで、はい、はい、これラフだね。球を追えないな。これしかアップできない。すいません。はい。ちょっと転がんなかった。やっぱ洋芝ってラフ転がんないですね。はい。意外とでも空いてる。空いてますね。なんで290スプーンで一だけ手前に持っていって、はい、ハードります。お願いします。完璧なスピン量。めちゃくちゃいいですねこれ。うわこれ言うたら290ヤードじゃないですか。290ヤードラフからのパー3ですからね。ね、そっからパー取れるかね。確かに難しい。このフェニックスはどんな感じですか。木下さんが唯一って言ったら失礼相性いいですよね。相性いいですね。フェニ何がいいんですか。芝が好き。あ、洋芝好きなんで。はい、まあ、アイアンのイメージがこうすごい。でも洋芝ってさ、このボールに対してボールの、まあ、4分の1か5分の1ちょっと埋まるじゃないですか。それちゃんとドローで拾いやすいんですか。拾えるんですか。でもやっぱり、まあ、プロってやっぱりボールの前にターンを取れるか、うん、はいはい、っていうことはやっぱりハンドファーストで、うん、ダウンブローに入ってるんで、うん、初心に出てもあんまり打てるんだ。気にならない。へえ、そっかそっか。気になる、うん、僕はアイアンがフェードなんで割と上から潰すので、まあ、打った後の感触は割と僕も好きです。相性いいですね。はい、自分のターフだって分かるもんティーグラウンドにね。ティーグラウンドとかさ、アイアンとかでもターフすごいもん。ロングホールとかにもありますからね、1個ターフが。あ、これ見くもや。はい、ちょっと残りあの寄せ番お願いします。はい、はい、堀川のボールが右サイド、まあ、目の前に木ありますけど上手で打つんでほとんど問題ないと思います。レイアップする場合だったら170ヤードぐらいにレイアップしなきゃいけなかったので、まあ、170ヤードよりかはここから100ヤードの方が、優しいかなと思ったのでスプーン持ちました。はい、
洋芝はそんなにフライヤーがかからないので、まあ、割と距離感はつかみやすい。115ヤード。はい。おお、ナイスオンです。ナイスオンです。おお。まあ、2メートルぐらいにはついたかな。はい、ありがとうございます。さあ、ギリギリでした。ゴルフ界のファッションリーダー、今日のコーディネートのポイントは。意外とこう白と黒でまとめてるんですけど、まあ、ワンポイント茶色で、あ、茶色、本当は ベルト茶色持ってくればよかったですけど、ちょっと失敗しました。さすがです。先週もアナウンスにファッションリーダーとか言われてましたからね。そして堀川みくぶチャンネル準レギュラーとか言われてましたね。あ、レギュラー、あ、レギュラーね、はい、ありがとうございます。106ヤード、106ヤード、木がギリギリなんとかいけそうです。はい、はい、ゴーゴー、弱い、ちょっと弱い、はい、まあラフだとちょっと縦の距離が難しいね。さあ木下さん、4番ホールグリーン周りがちょっとメモを見ると、はいはいはい、結構いやらしいこのバンカーがあると思うんですけど、ちょっと解説お願いします。まあ、この左バンカーっていうのは、はい、2オン狙うときにやっぱりなかなか超える距離じゃないんで、ちょっと気になりますよね。まあ、僕ドローでこの花道落ちて乗ったら最高って。うん、じゃあ幅はまあまあ狭いですね。めちゃくちゃ狭い。でこのバンカーはちなみに難易度で言ったら、うーん、ピンによるけど、はい、ピンが手前なら、はい、まあ、手前でも難しいか。手前でももしバンカーのこの先の方にあったとしても、まあ20ヤードぐらいありますもんね。30ぐらいあるね、はい、だから奥ピンの時にこのバンカーも最悪。最悪ですね。手前やと、はい、俺はまあまだ OK ですよ。ああ、まあボギーは打たないかなっていう。まあそうそう、2オンチャンスあるんで。そうですね。はい、じゃあ2オンも、はい、本当にちゃんと実際に試合であれば、うん、ちゃんと届くんであれば2オン狙うけど、そうですね、ちょっとギリギリか280とかだったら、ピンが奥でこれ超えるかなって時はもう絶対レイアップ、あ、レイアップ、はい、いいとこまで来たよ。かなりいいとこまで結構飛んでくれたね、やっぱり、うん、フライヤーして。これちなみにフェニックスのこのグリーン周り20ヤード30ヤード、はい、距離感を合わせながら打つアプローチって、ね、結構難しいですよね。ぺったりしてますよね、芝が。多分洋芝は本当にね、ちゃっくり、わ、今の素振りですら怪しいもんね。これならもうラフの方がいい。あ、そうだよね。全然ふわっと打ちやすいもんね。これだとやっぱりもうちょっとフェード目に高い球で打たなかったら、うん、アプローチでもフェード目とかイメージするの。はい、37、これ嫌やな。37、サウナです。いい距離です。37に反応してしまいました。肉で、はい、肉落としのサウナー止め、はい、お願いします。さあ肉に落としたと思ったらフライヤーして45いきました。どうぞ。いや難しい、やっぱりね、ちょっと強く入っちゃいします。強く打ちたくなっちゃう、うん、結構やっぱりグリーンかなり仕上がってるから、今年はやばいっすね。今年ね、これ今日まだ火曜日ですけ ど, 火曜日やけど、めちゃくちゃ仕上がってる。硬い、早いね、傾斜がやっぱ強いんで、やっぱ第50回大会、あの大会側もコース側もすごく気合い入って、すごい綺麗っす、ね、素晴らしい、あのコースセッティングになっております。素晴らしいコースセッティングの時にね、あのプレイヤーのちょっとショットの内容はだいぶ素晴らしくないですけど、まあ難易度が高いっていうのをちょっと分かってもらえたらって感じなんですけど、ここは本当はサービスホールなので、さあバーディーチャンスというのはちょっと難しいな。バーディーパットです。ちょっとフックだと思います。ちょっとフック、はい、これはもう距離感を合わせる感じですね。そうですね。え入った。マジ？え、バーディー？バーディー。ナイスバーディー。チームワンダー。すごい、いけるチームワンダー。そして僕が一応2メーターぐらいの、はい、バーディーパットです。乗ってない。ボギーでは頼みます。はい。12、3ヤードありますね。ウィンが綺麗なんで。傾斜も強いんで難しいです。これめちゃくちゃ2パットで行くの難しいですよ。
から速いかね。ほんとガラスの板の上をボールが転がってる感じ。この 1.5 メートルぐらいのパットも正直入れたい、入れるっていう感覚あんまないですもんね。もう寄せるっていう、寄せるっていう感覚。おー、ナイス。ありがとうございます。寄せながら、寄せながら入れる。はい、ありがとうございます。先輩2人バーディー取りました。大事です。一応入れたら先輩ボギーパットですが、はい、すごい完璧。しかも今のパッティング、ちょうどピンがさ、まっすぐな線になってて、ボールとカップの位置がちょっとフックして、しかも木下さんの目の位置がボールの真下にちゃんと来てました。でもやっぱりグリーンが綺麗なんで、僕真ん中から入ったと思ったんですけど、うん、やっぱ止まり際グッと切れて、ああ、ちょっとフックします。ナイスです。ありがとうございます。はい、ということでロングホール4番ホール、はい、まあボギーでしたけどね。ガッツボギー、はい、ガッツボギ ー、試合ではこんなこと起こんないようにお願いします。いや、試合でこれならちょっときついですね。はい、まあでも2人が頑張ってくれたのでよかったです。目標の1アンダー達成ということで、はい、今週も頑張ってください。お願いします。ナイス。あの、一応目標達成しました。すいません、足引っ張りました、はい、いやいや、はい、いやー、2人すごかった。すごかったね。息上がってますけど、あっち行ったりこっち行ったり、ファッション、走り回りましたよ右の林、左の林ってくるから。ファッションリーダー、靴プロのから見る木下さん、今日のコーディネーターどうですか。あ、靴おしゃれですね。靴おしゃれ、はい、あー、靴おしゃれですね。今年のワンポイントアドバイスは、アドバイス、靴プロのワンポイントアドバイス。いや、でもこの上や、全然ファッションリーダーじゃねえじゃねえかやめちまえもうファッションリーダー、スラスラ出てこいよこれさ、今だってディスることないそうだったからそれはね、そうね、同じね、ウェアとしてねさすが、さすがね、まず物がいいから、はい、はい、ということで、じゃあ成功だったところでありがとうございました。ありがとうございました。